あなたのお芝居見ました私、どこだろうな、いろんな劇団がやった芝居の中で、あ、去年おととしやった、キャロリンスっていう私の外国人、はいはい、オーストラリア人の友達のお嬢さんが出てる、あ、はい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 、七夕のど、そうです、なんとか、はいはい、そうです、あの甲府の空襲か、星に願いを、あれは渡辺さんがお書きになったんですか、はい、ああ私あれ見てね、なんか感動しましたよ、おお、なるほどと思ってね、恥ずかしい、いや、そのヒューマニズムね、極めて明快単純なヒューマニズムと、あのケレンミナクスって出ててね、いい芝居だなと、ありがとうございます、あの思いました、ああいうものをお書きになるんですね、そうなんですよ、まあ、あの久々にあれは書いたんですけどね、まあまあ、ちょっとやっぱり単純すぎちゃったかなっていう気はするんですけど、自分なりにね、でも前から実はね、呉服衆を何かの形でね、芝居にしたいなって思いはあったんですよ、昔からありまして、あ、そうですか、うん、それでまあ一応あれでなんか、呉服衆については思いを吹っ切ったつもりではいるんですけどね、呉服衆っていうかやっぱ渡辺さんは書くということと、うん、それから役者、はい、役者っていうことと演出っていうことの中で、その、あえて言えばどれが一番好きなの？好き、やりたいっていうか。あ、三つとも好きですね。三つとも同時にやる。役者もやりたい。役者もやりたいですね。ただね、最近のセリフを覚えるのは結構ね、先月の半額の声で、はい、見ました、見ました。うん、役者もね、ちょっとやらせてもらいましたけどね、周りからはね、いい加減なセリフを吐いてるというふうにね、言われてますんでね。いや、私はね、半額の恋っていう芝居をまあ見に行ったんですけど、はい、まあ、清野君と個人的に非常に親しいということもあってね、はいはい、終わって2、3日経って清野君と一杯飲みながらね、清野君もどうだったって聞くからね、うん、って言ったら、その時に私がね、まともにね、正しい演技、要するに、ちゃんとした正しい演技をしてたのは渡辺さん一人だと思ったんですよ、ああ、ね、なるほど、うん、まともに正しい演技ですよ、なんかその、あんまり面白くないですね、ね、うん、ちゃんと、いや、そのなんていうかな、嘘つきではないっていうかな、嘘は言ってないみたいなね、うんうん、そしたら瀬野君はね、そうですか、うん、僕にはわからないななんてから言ってましたけどね、本当にそう思いましたよ、私は、だからやっぱああいう芝居がね、やっぱりもうダメなんですよね、きっとね、私がやってるような役作りとか芝居っていうのはね、そうなんですか、うん、ね、そうなんですかって確かに言われると、うん、そうなのかなと思いますけどね、まあ、逆に言うとね、その演出の視点が逆、もうちょっとはっきりしてれば、いろんな形でそういうふうに芝居ができたと思うんですよ、うんうんうん、だから清野君も今瀬野君の名前がそれだね、迷っ演出として迷ってる部分があったから、うんうん、鍋さんの芝居は鍋さんの芝居、彼の芝居は彼の芝居、彼女の芝居は彼女の芝居で認めちゃってるんですよ、でそれはやっぱり合同公演っていうね、文字通り合同ということでそうしてんじゃないの、ああまあそうかもしれない、遠慮っていうか、まあ、うん、そうですね、遠慮はもちろんあるでしょうね、うん、こっちにもありますから、やってる方も遠慮がありますから、うん、だから彼自身 の劇団 B ブラック、うん、でやるときはきっとそんなことないと思いますよ、うんうんうん、ビシビシビシバシ、うんうんうん、やるんじゃないかしらね、うんうん、そうでもそれはしょうがないですよ、うん、でも私観客としてもね、合同っていうことがもう頭にあるから、うん、それはもう織り込み済みで、うん、もうバラバラでいいんだと、うん、と思って見てますよ、うん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 、そうですね、一貫性なしでよしと、ね、はい、新国劇みたいな芝居をする人はする、うんね、いわゆる昔風の新劇の芝居をする人はする、うんうん、それからなんかこの吉本興業の漫才みたいなことをする人はする人みたいにね、もうまさにバラバラ、いい、それは仕方がないだろうと、短い期間でこんだけでね、いろいろ大変だで、そういう中を全部を見ていて、私はいや、渡辺さんの演技だけがいわゆるまともな芝居だと、そう言われるとちょっと私としては何とも言いようがないんですけども、ただ舞台っていうのはやっぱり約束事と、それからまあ、さっきリアリティとおっしゃいましたけども、それはあくまでも作り物のリアリティ、リアルですか、リアルさですから、やっぱりそこのところをやっぱ演出がどこまで踏まえるか、あるいは役者がどこまで踏まえるか、大道具さんがどこまで踏まえるかっていう、それのイメージが一つのこう相対的に観客にどこまでアピールできるかだと思うんですよね、うん、そこをまとめるのはやっぱり非常に難しいというふうに感じますよね、いや、どんどん渡辺さんはあれ、あなたの、演技がね、
私から見て唯一、うん、唯一私が納得できるものであったと、うん、ね、うん、いうことを聞くと、うん、気分があんまり良くないの？いや気分良くなくはないです、良くはないんですけどもなんか気分悪そうじゃんさっきからそうじゃない、ねいやでも非常に困るんですよね、そう言われるとね。どうしてやっぱり自分だけこうなんかその全体の中から浮いちゃうみたいなイメージ、私としては取っちゃうんです。浮いてませんよ全然。そうですか、うん、むしろ抑えた感じで、うん、あんなものをね、うん、面白おかしくやらいくらでもできるし、うん、できるんですよ、はい、ね、はい、なんでもできるんでしょうけども、実に淡々としてね、うん、抑えて全体を崩さないようにという配慮まであって、しかもちゃんといわゆるそのリアリズムがあったと、うんうんうん、と私は思ったわけです。素直にじゃあありがとうございます。そうですよ。でもそうは他の人は思ってないかもしれない。思ってないでしょ。思ってないと思います ね。じゃあ他の人たちは、うん、裏方も含めて一緒にやった多くの方々はどう思ってるんですか、あなたの演技を。いやそこも分からない、全然分からないですね。後でこういうみんなで議論はしないの？うん、ね、もうやっぱり打ち上げが全てですから、終わればもう嫌なことは全部それで打ち上げで やめようと、うん、だむしろ、まあ、何かの機会があればまた集まって芝居をしたいねっていうふうな形でね、形でね、和気あいあいと、うん、そうなんですよね、うん、まあ今回はそういうのいったら、まあ、確か合同公演とおっしゃいましたけど、うん、まあお祭りでやろうじゃないかっていうところでやりましたから、うんうんうん、まあいろいろ、うん、芝居作る中ではあったと思いますけど、うんうん、でもで渡辺さん、この舞台の会でね、はい、今後の舞台の会の活動ということを考えたときに、はいはい、じゃあ早速あれじゃないですか、井上さんの芝居やったらどうですか？うん、井上さんの芝居はねとても手に負えないですね正直も言えてまあ僕はやっぱり井上作品はやっぱり見てる方が楽しい、うん、でただね実はまあご存知だと思いますけども梅津幸三さんが今年で、はいはい、まあ、演劇活動50周年ということで、井上ひさしの作品を「父と暮らせば」という、まあ、これ2人だけしか出てこない芝居なんですけども、それを前からやりたいっていう温められたんで、うん、それをじゃあ50周年でやろうということで、うん、まあ、山梨県内の、芝居に携わっている人、それから梅津さんの周りで、まあ、いろいろと梅津さんを応援している人たちが集まって、この「父と暮らせば」を6月に公演しようということで、まあ、実はその中でじゃあ私田辺さんに武漢をやってよということで、うん、まあ、舞台監督をじゃあ今回やらせていただくということで、大変じゃないですか。そうですね。で、まあ、演出がその創作の中川さん、あでもうすでにもう一月二月経って稽古始まってますから、もう一人の役者は梅津さんの他にもう一人、いや同じ劇団山並みの中にいる女性の役者さんなんですけど、ね、そうですか、はい、なるほどね。豚館やったら大変だな、体力もいるし。そうですね、まあでもまあ今回はだから井上さんの2人しか出ない作品ですけども、うん、大変ですよ。上映時間はどのくらいですか？私の本読んだことないんですけど、1時間20分くらいで上がると思いますよね。ちょうどいい時間ですよ。それ以上長いと大変だと思いますから、うん、当然ワンセットで1幕はい1幕で、途中で暗転、まあ、暗転は3回あで休憩はなしですから、うん、まあ、やはりこれも広島 の、まあ、被爆した、女性とそれからその女性のお父さんの話、うん、でお父さんは実は、その被爆した時、時に家とともに一緒に焼け死んじゃってるお父さんが幽霊になって出てくるで、ね、でその2人の会話を通して、うん、まあ3つまあ、三重という主人公女性がいるんですけども、その女性がやっぱし生きていく、新たに生きていく決心を固めていくっていう芝居なんですけど、ね、あ、そう、うん、なんか井伏正史さんの黒い雨を思い出した。ああそうです。あだから背景としては非常に黒い雨に近いと思います。近い、はい、そうですか。あそれを豚館やる本当に大変だ。大変ですね。知りたい情報山ほど満載サイト、山梨知るならハロー山梨。